選挙で勝ちたいだけのようなやつは国民民主とか立憲民主に行ってくれと思ってるわけです。こことひっつくっていう考え方ないんですね。まず理念が違うんで、一緒に政治をしてても理念が違うということは玉木さんの基本中の基本にある。こいつが2つに分かれるんで、こいつは1回回答しますが、回答して作る新しい政党とこの反玉木派が作る政党で1つの政党になって、名前が立憲民主党に戻ると。で、国民民主党は玉木さんが代表のまま、そのまま名前もおそらく国民民主党を使うんでしょうね。インターネットで真実の本当に国民のための政治をしてるっていうのはどこの政党なのかっていうのが分かるようになってくるので、玉木さんはさすがに賢いです。 YouTube 一生懸命玉木チャンネルやってるでしょ。それはゆっくりゆっくり政治を一生先を見てやってるから、僕は今回玉木さんの判断はさすがだなと。政治家やってると惜しいですから、そういう人たちの集まりで本当に国のこと全体を考えて行動してるのは僕はこっちだ、玉木さんだと、玉木さんについていく人だと思いますよ。